そしていつも同じ場所で死ぬ。諦めずに消える足場に挑戦するけど、そう軍で世代に落ちるよ。相手の二号が眠らくに向こうの岸まで探るけど、何回やっても何回やってもエアーマンが倒せないよ。あの竜巻何回やっても避けれない。後ろに回って打ち続けてもいずれは風に飛ばされる。タイムレーンだろ、次は絶対勝つために僕はいい感だけは最後。